赤坂アカと横槍メンゴによる人気漫画推しの子の実写化が決定しました。今年冬にドラマシリーズがプライムビデオにて世界独占配信され、映画が東映配給にて劇場公開されます。推しの子はアイドルの推しの子として転生するファンタジックな設定やショッキングな描写も取り入れたサスペンス要素、芸能界に躊躇なく切り込むストーリーで社会現象を巻き起こした作品。原作漫画の累計発行部数は1500万部を突破し、昨年放送されたテレビアニメも大きな話題を呼びました。今回は推しの子の出演者について、ドラマに出演しているキャラクターとアニメのキャラクターを比較しながらご紹介します。ネタバレも含みますのでご注意ください。アクア役、桜井海斗。超人気アイドル愛の息子として密かに生を受けたが、3回天宮五郎の記憶を引き継いだ転生者。五郎は宮崎県の病院に勤める医師で、昔の患者の影響を受け愛推しのドルオタでもあったが、突如入院してきた愛の主治医となる。しかし愛の出産直前になって彼女のストーカーに襲われて死亡し、目が覚めた時には愛の息子星野アクアになっていた。第2章以降は高校生に成長した姿が描かれ、愛への思いを胸に芸能界へと本格的に足を踏み入れていくことになる。愛役、斉藤飛鳥。アイドルグループ B 小町のセンター。初登場時は16歳、メディア露出も増え順調に売り出し中だったが、突如体調不良を理由に活動を休止してしまう。実際は双子を妊娠し、人目を避けて地方の産婦人科を受診する。施設で育った彼女は家族への憧れから双子の出産を決意し、家庭を築きながらアイドル業との両立を考え、産婦人科の主治医五郎の協力もあって無事に双子を出産する。アイドルとしては間違いなく天才。顔が整っているのはもちろんのこと、観客の目を引きつける天性の才能を持つ B 小町の不動のセンター。ルビー役、斉藤渚。カリスマアイドル愛の娘として密かに生を受けたアクアの双子の妹兄と同じく前世の記憶を持つ転生者でもある。ルビーの前世は難病を患って養成した天童寺紗理奈という少女。前世の頃から愛の大ファンであり、アクアとも関わりを持ち、彼が愛推しになるきっかけを作った。次第に愛のようなアイドルになることを志すようになり、高校生に成長してからは愛と同じ一五プロに所属して解散したアイドルグループ B 小町を再結成する。有馬かな役、原なのか。かつて10秒で泣ける天才子役として一世を風靡した高校生女優。子役としてのピークを過ぎてからも細々と役者の仕事は続けていたが、かつてのような勢いはない。子役時代に出会った星野アクアと星野ルビーの兄弟と高校で再会したことがきっかけで、止まりかけていた彼女の芸能人生が再び動き出すことになる。真面目で自他ともに厳しい努力家の優等生タイプで、学業の成績も良い。人の長所と短所を見極め、適切なアドバイスができる指導力があり、後輩の面倒見も良いなど、先輩や指導役としても優秀。黒川茜役、茅島みずき。第3章、恋愛リアリティショー編で初登場。恋愛リアリティショー今からガチ恋始めますという番組でアクアやメムチョと共演。その後メムチョと共にメインキャラクターの一人へと昇格する。常にメモを持ち歩くほどの真面目な努力家だが、引っ込み思案で自己主張が苦手。本人が言うように演技以外に得意なことが少ないため、当初はバラエティー映えしない地味な印象だった。そのため舞台役者としてはともかく、芸能界全体の視点から俯瞰するとこのままでは埋もれていってしまうことを危惧した事務所の社長が、その欠点を克服させるべく荒療治的な意味で恋愛リアリティショーに参加させた。メムチョ役、あの3章で今ガチに出演した女性メンバーの一人、後ろ髪が跳ねた金髪ショートと八重は悪魔を模したカチューシャが特徴。作者としても扱いやすいキャラクターらしく、デフォルメ化される回数が際立って多い。人気 YouTuber にしてインフルエンサー、メムとして芸能活動をしている。 YouTube の登録者数は37万人、 TikTok のフォロワー数 638K とかなり人気がある。かつて星野愛のファンであり、昔からアイドルになることが夢だった。しかし高校時代に倒れた母の代わりに家計を支え、弟2人を大学に行かせた経緯がある。苦労にその時点で23歳を迎えていたが、母親から応援されてアイドルを再び志すことになった。
今回はここまで。ぜひチャンネル登録お願いします。またね。